皆さんこんばんは。ラブクラフトボーカルカレンとボーカルパフォーマーミシです。イエーイ。タイムワープヒットチャート第3弾パート2でございます。お久しぶりです。この番組はタイトル通り時代をタイムワープしてその当時の名曲トップ10を実際に私たちでカバーして皆さんにお届けしていくという番組です。今回は2007年の4月の5位から1位です。4月といえば花粉、花粉、花粉がひどい。まだ遅い方なんですね、今年。今年はめっちゃマシ、めっちゃマシ。もうなんか全然くしゃみもそんな出ないし。じゃんけんで負けた方が取りに行こう。最初はグッ、じゃんけん、はい。イエーイイエーイ、うわー、ありがとうございます。イエーイ。今回2000年代が初めてなんですよね。うんうん。だから私たちと同じ世代の人はすごい懐かしいんじゃないかなって思います。友達とカラオケ行って歌ってた曲とか多いと思う。ぜひ一緒に歌ってほしいですね。はい、ぜひ聴いてください。いっちゃいます。タイムワップ。そんな食べてましたっけ。タイムワップ。ヒンちゃん、ありがとうと私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。粘ってこうぜ、5位から2位でした。いかがでしたか。フレーバーオブライフ、花より団子の曲ですよ。花より団子って F4 ですよね。 F4 な、 F4 F4 やろ。 F4 ってあのあれですよ。 F4 Mac のパソコンの一番上にファンクションキーな。ずっこけ男道めっちゃ歌ってました。いやー、1位なんですかね。1位ドキドキ。私たち答え分かってるんであれなんですけど、けど、でもその1位を見てこのランキングやろうと思ったしな。確かに確かに確かに、うん、ヒント10位とちょっと関係ありますよね。ヒント2位はミシュだな。まだまだミシュ。誰が開いてないんですか。まだミシュ。じゃあ早速発表しましょう。はい、タイムワープヒッチャーイ。消えそうに咲きそうな
第1位はコブクロのつぼみでした。懐かしい。あの曲はめっちゃ良かったカラオケで、あれを歌ってる男の人かっこよかった。歌ってる人いたんですか？ほら全然話変わんねんけど、レミオロメンの粉雪を元気で歌える人はすごい。はいはいはい、ありましたね。なかなかおらんかったけど、カズヤが歌えるっていう、ね、そうなんですよ。そう、ただこんなということで、今回は2007年の4月のランキングをお届けしました。いかがでしたでしょうか。次回のトップ10ももう制作を始めたって結構終わっちゃってます。はい、次回も楽しみに見せてください。インスタグラムもやってますので、ぜひフォローしてください。それから YouTube もチャンネル登録お願いします。いいねもしてください。西戸和也は最近個人の YouTube も始めちゃってますので、そうなんですよ、ぜひチェックしてほしいなと思います。私は出遅れて何もできてませんが二人に任せたいと思ってます。ぜひ今後ともラブクラフトをどうぞよろしくお願いもしソロをたもりたも。それではまた会おう。ぎょい。はい。バイバイ。第4弾でお会いしましょう。